なるかどうかわからんけど。ああ、つかさんち、ザ・つかさんファミリー。はい、つかさんちです。今日はこのね、こちら左半分をね塗装していきます。こちらのデッキの下もね、密着コンクリにはという染め球さんの塗料を使ったんですけども、この残りの左側もね、それを塗っていきたいと思います。でね、見ていただいて分かる通り、このコンクリのね、塗るところにいっぱい物置いてあったんですけども、それがね、今このデッキの上に置いてある状態です。もうちょっとね、余分なものを処分しないとちょっとやばそうな感じが見て取れるんですけど、まあ、とりあえずね、塗装して車をね、ここまだ戻してあげたいのでね、今日は塗装していきたいと思います。ある程度の準備はしてるんですけどもね、汚れはね、このパーツクリーナーで落としたりとか、このサンダーでね、もうちょっと表面を整えてね、汚れとかいろいろあるんで、そこを落としてからね、ペイントをしていこうと思います。はい、ぜひ最後までご覧ください。つかさんち。とりあえずね、雨も降りそうなんですけど、雨濡れてもいいようなものをね、外に出します。はい、というわけでね、床の下地がね、これでできました。これでね、あとは塗装を進んでいきたいと思います。つかさんち。でね、塗ろうかと思ったんですけどね、脱脂を兼ねてちょっとパーツクリーナーでね、軽く拭き上げておきたいと思います。なるかどうか分からんけど、ならんわ。いいでしょ。つかさん感じ。はい、ではね、これを混ぜていきます。はい、第2回目と同じね、密着コンクリート、これ余りでね、使っていきます。はい、これね、切った位置で巻いていくんで、
ああ、前回の混ざってないのがつきますね、やっぱり。最悪やこれ、やだ。いやー、もうだいぶ前からって言って食べたんやん、これどういうこと。なんかやるたびに用語があるな、これは。塗料を取っていきます。これ混ざってないとね、塊が悪くなるんでね、これをよく混ぜておきましょう。つかさ感じ。さあ、もうこれからね、もうカメラの世話も大変なんでね、もう一気に塗っていきます。難しいな、居場所がないわ。あー難しい、この長いロープを。さあ最後のこんにちは、こうやって俺がやらかすの、うん、うわギリギリやと、量が噛み取るわ。ギリギリやん。さあバックしてくれる？さあ、よっしゃ。さあ、OK かな。ギリギリやった。やっぱ。はあ。つかさ感じ。はい、塗装からね、数日が経過しました。いい感じに仕上がってると思います。はい、この辺にあるクラックとか埋めきれなかったですけどね。まあでも、まあまあ分厚く塗ったので、綺麗に仕上がってるんじゃないでしょうか。このデッキの上ですね、ここもうちょっとね秘密基地風にしたいと思うんで、少しずつこのものを片付けてね、車を迎え入れる準備をしたいと思います。はい、よろしければチャンネル登録とグッドボタンの方をよろしくお願いいたします。それでは次回お会いしましょう。さよなら。つかさんじザ・つかさんファミリー。